こんにちは、ダイレクトラインスタジオの広島です。今回はホールトンスケールを紹介していきたいと思います。ぜひ一緒に演奏してみましょう。それではやっていきましょう。まずホールトンスケールというのは、C から始めるとすると全部全音間隔でつながったスケールになります。 C、D、E、 そしてこのまま G のフラット、A のフラット、 B のフラット、 C という音です。続けるとというパッと聞くとですね、摩訶不思議な感じに聞こえると思います。通常のメジャースケールがに対してという変な感じですよね。もちろんこれだけで聞くと変な感じに聞こえるんですが、これをどのようにちょっと使っていくかという例を、2つぐらいの曲でやってみます。一つ目に紹介するのが Take the A Train のイントロの部分です。イントロでこのようにこれのミレドシのフラットラのフラット、これをタンタララランタンタララランとやります。そして左手ではこのホールトンスケールを和音にしたもの E、 そして A のフラット D、 そして次は G のフラット B のフラット、そして D、これをというふうにやって、これを両手合わせるとなってメロディーが、というふうに入っていきます。そしてこのホールトンスケールを使ったもう一曲の例としましては、スティービー・ワンダーの You're the Sunshine of My Life、 こちらのイントロの部分をやってみましょう。これは B キーになって、最初は B のアドナインスをタタタンチッタンタンとなって、ここからですね F シャープのホールトンスケールになります。ですのでというこのスケールですね。これを、今度は複音にして始めます。ですので最初は D と F シャープ、そして次は E と G シャープ、そして次は F シャープと A シャープ、そして次は順番に書いていきます。G シャープと C、 そして A シャープと D、 そして C と E、 そしてまた D と F シャープ、そして E と G シャープ、そして F シャープと A シャープ、流れ変わって、そして最後にこの F シャープと A シャープをタンタン、リズムがタン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 とやります。そして左手は F シャープなので F シャープを鳴らす。でこの間に右手をでやってあげれば完成します。最初からいくとだんだんだん、となります。そして歌の部分に入っていきます。You are the sunshine of my life. That's what I always belong. というふうに、使っています。このようにこのホールトンスケールというのはパッとスケールだけを聞くと変な感じに聞こえるかもしれないんですが、楽曲の中で使うとものすごく、効果的に使うことができます。ぜひいろいろ試してみてください。それでは失礼します。